身長ビヨン。さてね、本日なんですけど、もはやね、無編集であげようと思ってます。ということで、ちょっと編集者の方がかなり詰まってて、もうどんどん動画が全然上がらなくて、ちょっと我々も困ってる状況が続いてます。で、実はもう、皆様ご存知かもしれないんですけども、もうすでにもう9月の、頭にはですね、愛知と、大阪の方で、運用が少しずつ始まっているような形になります。で、もう9月の13日かな、14日かな、にはですね、もうデモ走行は完全に終わって、我々としてはもう次行きたいというところで、そこから動画を撮って、アップしようと思ってたんですけど、全然編集が上がってこないと。編集の予定が29日とか、これ遅いなと、さすが遅すぎると思って、もう無編集であげようというふうに思ってます。で、ですね、まあ何をお伝えしたいかというと、本当にまあ何個も同じこと言うんだけど、大阪と愛知でも、身長先生の身長診断及び、まあ身長治療中のフォローアップの検査ができるようになりました。で、身長治療の特性上、その後は全部オンライン診療で完結するはずですので、本当に大阪とか愛知とかそういった方々も、これからより一層お気軽にですね、受けていただけるようになりましたので、ぜひね、大阪と愛知でも身長先生の身長診断のね、ご応募をお待ちしております。で、まずはね、公式 LINE の方ですね、クリニックの公式 LINE の方にその旨お伝えいただければ、我々の方で誘導していきます。で、クリニック名は、直接は公開しません。で、直接公開してしまうと、おそらく皆さんがそこにですね、まあ、問い合わせをしてしまうとか、そういったことが、推察されます。で、そこの機関に関しては、直接の我々の医療機関、資本提携している医療機関ではなくて、今回は検査協力機関という名前になりますので、そちらの方になんかご迷惑、私たちはおかけしないようにね、もし迷惑なことがあれば、すべて私の方に、ご連絡いただけるようにしていきたいので、そういった意味でも、今回に関してと、公開はしませんので、まあ、非公開、それは、問い合わせしていただいたらもちろんとお答えはするんですけども、ただそこの関係性だけ、ね、皆さんにご理解いただきたいかなと思います。はい、ということで今回は、ね、まとめなんですけど、ズバリなんですけど、愛知と大阪でも身長先生の身長診断、もしくは、ね、身長治療のフォローアップ受けられますので、全国の皆さん一緒に、ね、トールジャパンという未来を作っていきましょう。それではまた。